はい。産福祉士資格合格チャンネルの講師のつーちゃんです。この動画では、社会福祉士や福祉住環境コーディネーター、そして公認心理士などの福祉系、心理系の国家資格を見るだけ、聞くだけ、聞き流しで合格レベルにする動画となっております。えー、ぜひ、皆さん見て、聞いて、学んでください。それでは行きましょう。 三福祉士、資格合格チャンネルです。講師のうつうちゃんです。今日もよろしくお願いします。2024年、不治環境コーディネーター2級のテキストの33回目となります。今日はですね、内部障害の1です。心臓、呼吸器、腎臓、膀胱、直腸の障害について見ていきたいと思います。不治環境コーディネーター2級の33回目です。言い流し、内部障害の1。 心臓、呼吸器、腎臓、膀胱、直腸の機能障害についてです。一番です。内部障害と言われる七つの障害を答えましょう、えー。これはですね、身体障害者福祉法に定められている身体障害のうちの以下の七つとなります。はい、えー、バンと出ましたけれども、うん、一つ一つ見ていきますね、えー。一つ目、心臓機能障害。そして、腎臓機能障害。 えー、呼吸器機能障害、膀胱直腸機能障害、腸腸機能障害、肝臓機能障害、えー、人免疫不全ウイルスによる免疫機能障害。この7つですね。この7つが内部障害と言われるものですね。えー、これがですね、身体障害者福祉法に定められているものとなります。ではです。内部障害の特徴を答えましょう。 えー、内部障害は外から見ただけでは分かりにくく、本人が抱える不安やストレスに対する周囲の理解と援助が求められます。医療機器を必要とする人については、その管理や住環境整備への配慮が必要となりますね。えーまあ、内部障害というぐらいなんで、外から見ただけでは分かりにくいですね。えー、体の内部の障害ということになります。3番です。 心臓機能障害とはどんな障害でしょうか心筋梗塞などの虚血性心疾患や心筋症などにより血液循環の役割を果たす心臓の機能が低下した状態のことですね。4番です。心臓機能障害は先天性の心臓病の場合を除き、どういった原因で発症するでしょうか 運動不足、肥満、喫煙、ストレス、食生活の偏りなどですね、そういったもので発症です。ただしですね、えー、先天性の心臓病の場合を除くということになります。5番です。心臓機能障害の治療は、医師や看護師、PT、栄養士、薬剤師など、多職種が連携して、社会復帰及び再発予防を目的とする 何というスタイルで行われるでしょうか包括的心臓リハビリテーションと言いますね。この包括的心臓リハビリテーションというスタイルで行われるということで、えー、まあこれは、ああここにも書いてある通り、まあ、医師であったり、看護師であったり、栄養士であったりといった多職種が連携して社会復帰及び再発予防を目的とするものなんですね。6番です。 半気・通気性の維持、移動の浄化、肺胞におけるバス交換という呼吸器の3つの機能のいずれかに障害を生じたものは何でしょうか呼吸器機能障害と言います。7番です。呼吸不全が続くと何になるでしょうか慢性呼吸不全ですね。8番です。 慢性呼吸不全を引き起こす疾患を4つ答えましょう。はい、えー、慢性閉塞性肺疾患ですね。これを COPD と言います。それと、肺結核後遺症、間質性肺炎、そして肺がんなどですね。この4つがですね、慢性呼吸不全を引き起こす疾患ということですね。9番です。 慢性呼吸不全で安定した状態にある人にはどんな療法が行われるでしょうか在宅酸素療法ですね。10番です。在宅酸素療法で外出時に使われるものは何でしょうか兵隊用酸素ボンベとなりますね。これも覚えておいてくださいね。在宅酸素療法で外出時に使われるのは兵隊用の酸素ボンベ。 11番です。筋萎縮性側索効果症や筋ジストロフィーなどの神経,神経筋疾患にはどんな療法が行われるでしょうか在宅人工呼吸療法と言います。これ HMV と言いますね。ちょっと難しいですがね。あの、何度も何度も見て聞いて覚えてくださいね。筋萎縮性側索効果症や筋ジストロフィーなどの 神経筋疾患には在宅人工呼吸療法というものが使われます。12話です。血液から老廃物をろ過する腎臓の機能が低下し、生体の向上性を維持できなくなった状態は何というでしょうか腎臓機能障害ですね。よさまです。腎臓の機能低下が急速に生じた場合を何というでしょうか 急性腎不全と言います。まあ、えー、機能低下が急速に生じたというところですね。それを急性腎不全と言います。14番です。数ヶ月から数年かけて機能不全に陥るものを何と言うでしょうか。慢性腎不全と言います。これ、急性と慢性が腎不全にはあるということですね。覚えておいてください。15番です。 腎臓機能の低下が進み、食事療法や薬物療法などでは、体液を一定に保てなくなった場合には、どんな療法が行われるでしょうか透析療法ですね。まあよく透析聞きますよね。えー、食事療法であったり、薬物療法では体液を一定に保てなくなった場合に、えー、この透析が行われるということですね。16番です。透析療法には、 二種類あります。答えましょう。はい。まず一つ目が、血液透析というものですね。え、これは、腕の血管から血液を体外に出し、透析器で老廃物などを取り除いて、きれいになった血液を再び体内に戻す方法のことですね。これを血液透析と言います。そしてもう一個ですね。腹、え、膜、ー、透析と言います。 これはですね、えー、腹部の臓器を包んでいる腹膜を透析機能。周りに濾過装置として使う方法ですね。標準的に使われているのは、連続蛍光式腹膜透析というものですね。これを CAPD と言います、えー。透析療法の2種類。血液透析と腹膜透析。この2種類ね、押さえておいてください。17番です。 肺尿機能が障害されている状態を何と言うでしょうか膀胱機能障害と言います。では8番です。肺便機能が障害されている状態を何と言うでしょうか直腸機能障害と言います。19番です。膀胱直腸機能障害では治療ではどんな療法が行われるでしょうか、えー、?6 つ答えましょう。 はい、えー、直腸、えー、膀胱と直腸機能障害の両方6つですが、1つ目が薬物療法ですね。えー、そして手術療法。3つ目が化学療法。放射線療法ですね。そして5つ目が、えー、自己導尿と言います。これは本人や家族が、テーテルを尿道口、尿道口から入れ、定期的に尿を体外に出す方法ですね。これ自己導尿と言います。 そして6つ目ですね。膀胱留置カテーテルの挿入。カテーテルを膀胱に挿入し、そのまま留めておく管のことですね。えー、膀胱留置カテーテルと言いますね。えー、このあたり、まあ自己導尿と膀胱留置カテーテルは覚えておいてくださいね。20番です。手術で膀胱や直腸を切除、あるいは摘出して、排尿、排便が困難になったときは何を行うでしょうか 腹部に人工的な排泄口を設けるということになります。21番です。尿の排泄口のことを何と言うでしょうか尿ロストーマと言います。これ人工膀胱とも言いますね。尿の排泄口のこと。尿ロストーマですね。人工膀胱のことです。22番です。では、便の排泄口のことを何と言うでしょうか 消化器ストーマと言います。これ人工肛門と言いますね。これも覚えておいてくださいね。えー、便の排泄口のこと、消化器ストーマ、人工肛門と言います。23番です。尿路ストーマや消化器ストーマの保有者のことを何と言うでしょうかオストメイトと言います。このあたりもね、覚えておいてください。尿、え、路、ー、ストーマや消化器ストーマの保有者のこと、これをオストメイトと言います。 24番です。ストーマには排泄をコントロールする機能がないので、何を装着して尿や便を受け止めるのでしょうかストーマ用パウチを装着するんですね。ストーマ自体には排泄をコントロールする機能がないんですね。ですから、ストーマ用のパウチを装着して尿や便を受け止めるということになります。 副状環境コーディネーター2級試験対策として内部障害1、心臓、呼吸器、腎臓、膀胱、直腸機能障害という内容で動画を作っています。えーまあ、かなりですね、内部障害、えー、数が多いですね、えー。今回の1と次回の2に2つに分けて作っています、えー。心臓機能障害、呼吸器機能障害、腎臓機能障害、膀胱直腸機能障害すべて大事なんでね、えー、しっかりと見て聞いて、えー、どんな病気なのかと。 どんな症状があるのかとか、そういったところも抑えておいてください。何度も繰り返し動画を見て聞いて覚えてくださいね。聞き流し、ながら聞きで OK ですのでね。生活のちょっとした隙間時間や空いた時間、通勤・通学の時間、夜寝る前の30分とか、朝起きた後の15分や20分でもいいのでね、毎日コツコツやることで必ず力はつきますんでね。試験まで勉強してください。 はい、復習環境コーディネーター2級の試験対策動画、まだまだ上げていきますので、よろしくお願いします。以上です。